いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は2016年モデル、メルセデス・ベンツ S550 ロングを紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロントガラスに飛び石、右フロントドアエッジに傷がございます。走行距離に関しましては約3万キロ走っているお車ではございますが、外装面良好な状態を保ったお車です。外装色はダイヤモンドホワイト、インテリアはブラックレザーが採用されております。メルセデス・ベンツ S クラスの中でも高い走行性能をお楽しみいただける S550 ロングでございます。こちらのお車に関しましては S クラスらしい数多くの快適装備に加え、オプションで AMG ラインが装備されており、エクステリアスポーティーな仕上がりの1台となっております。またインテリアに関しましてもショーファーパッケージが装備されておりますので、リアモニターやオットマン機能などが追加され、後部座席の快適性が格段に向上しております。ヘッドライトに関しましては、LED が装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。続きまして、エンジンスペック紹介させていただきます。エンジンは 4.7 リッター、V 型8気筒のツインターボエンジンが搭載されており、最高出力は455馬力でございます。また足元に関しましては、純正の19インチアルミホイールが装備されており、足元からもスポーティーな印象を受ける1台となっております。続きまして、リア紹介させていただきます。テールライトに関しましても、LED が採用されており、リア周り、デザイン性に優れた1台となっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては電動での開閉となります。トランクスペース広々と加工された1台です。スーツケースに関しましても複数個収納することが可能となっております。続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアにはブラックレザーが採用されております。運転席側に気にならない程度ではございますが、若干の使用感がございます。ではエンジンを始動します。ETC カードが挿入されていません。ステアリングに関しましては3本スポークのコンビステアリングが採用されております。こちらにはパドルシフトが装備されており、自由自在な変速が可能です。またアダプティブクルーズコントロールも用意されておりますので、快適なクルージング走行をお楽しみいただけます。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、360度カメラとバックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。走行モードに関しましてはエコ、スポーツ、サスペンションも2段階での変更が可能です。フロント両席に関しましてはシートヒーター、ベンチレーターが装備されており、一年中快適なドライブが可能となっております。続きまして後部座席紹介させていただきます。後部座席に関しましても若干ではございますが使用感がございます。また広さに関しましては大人の方が足を伸ばせるスペースが確保された1台です。後部座席にもシートヒーター、ベンチレーター、ブルメスター製のスピーカー、パノラミックスライディングルーフに加え、ショーファーパッケージによりリアモニター、オットマン機能などが追加され、高い快適性を誇るお車となっております。
最後に気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。今回は2016年モデル、メルセデスベンツ S550 ロングを紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約3万キロ走っているお車ではございますが、内外装、比較的良好なコンディションを保ったお車です。車検に関しましても2021年の3月まで有効です。数多くのオプション装備によりワンランク上のお車となったS550 ロングでございます。こちらのお車に関しましては455馬力を発揮するエンジンと7速のオートマチックシフトによりドライバーズカーとしても十分にお楽しみいただける1台となっております。またインテリアに関しましては純正のハードディスクナビゲーションやシートヒーター、ベンチレーター、パノラミックスライディングルーフをはじめメルセデスベンツの S クラスらしい数多くの快適装備が備わった1台となっております。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。